これはやってるわ、ほんと。扉開けただけだ。これやってるわ、ほんとに。そろそろ釣りません？漫才。あ、おぉ！スケさん。はい。本当に申し訳ないと思ってはいる。思ってはいる。じゃあ、しますかね。はい。はい。お願いします。ペン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 通信はきルメガ、ガミントス、ガミントス、ナイボーおいナイス、今日少なめにお前さん、うん、控えめ、控えめ、だいたいそうなのよ、終わった後ってこうなのよ。そうでっか。地味。駒藤仲いいね。付き合ってる？もしかして。さじゃなさそうかな。お、担当さんも今いた？ネロちゃん。いた。うん。どこに？ミーティング待機でしょ。そう、ミーティング待機してたけど、俺が後から入ってきてボタンを押した。そう。俺が一番白い。負けた。そう。俺が一番白いんだよね。だから詰まる、詰まるところ。おまがみ魚。魚さそこから魚切れるんか。うわぁ。なんか可愛くねえんだよな、君ら。うわぁ。いや、これはやってるわ。これはやってるわ、ほんと。扉開けただけだ。これやってるわ、ほんとに。そろそろ釣りません？漫才。あ、おぉ！絶対展開じゃないじゃん。絶対展開じゃないじゃん。まあでも原作があるよこれ。これは原作があるよ。いや俺も悪い、原作も悪いし俺も悪い、正直もう僕は入れました。いや何したらいいんですか。俺はスキップです。俺スキップです。僕もスキップですよ、もちろん。よいよいよだっけ。もちろん入れてます。あ、じゃああとゲンさんか。じゃあゲンプテタカモモ。関係ないって。関係ないって。クルーが入れてんだから。そう。クルーが入れてんだから。いやいやいや、別に偉いなって思ったわけですよ。偉い人たちね。偉い人たち。そろそろ釣りませんって俺が言った時には残り2票だった。確かに。あれはね、考慮しないわ、僕も。あれはね、そう、もうすでに時遅しだと思います。そろそろ釣りませんって言った時入れてなかった誰？俺やね。俺も入れた。確かにその後に名オマージュ入れたってことね。まあ名屋さん割れたと。俺はもう入れてた。俺は入れてた。入れてた。もう二人残ってた。ほうほう。俺じゃないな。まあでも経験者から言わせてもらうと、スキップに入れてる人は多分来るです。ああまあまあ。まあ、邪魔されたクルーが怒りですよ。いや俺結構ね微妙だよ。俺もスキップ側にインポスターだと思ってるけど。ごめんケンさん、ほんと正直釣れると思わなかった。真っ先に入れちゃった。私真っ先に入れちゃったの。原子トス。あ？
あー、サンタさんだった。ネロちゃん、ネロちゃん音質脇です。音質ミーティング側には来てなさそうだけど、まあ僕宿舎やってたんで分からん。うん、じゃあ魚のルートだけ言いますと、ミーティングで、宿舎のタスクやって、藤宮を残してミーティングから下降りて研究室に行って終わりで、研究室に入ったタイミングぐらいで停電が治ってる。俺が直しました。研究室にいますよ今。これマジ？はい、研究室は配電盤。はい、あ、OK、俺卵のタスクです。天罰下ったな。まあ高田さんは行ったの。あ、高田さんくらいにしとこ。うん、キッチンにプテってまだいる？僕はいないです。僕は今研究室のコエルに入ろうとしてるところで終わりです。あ、そっちまで行ったよ。トータスサントス通信脇。通信脇。僕左で降りて、あそこ何やったっけ、保管庫で、2つタスクして今ドア開けたとこっす。ミーティングより左に来てない想定なのだとしたら、ガミさんに白は出せる。はい、最終スプラッシュです。これ、メイヤさんボタン？違う、高田さんボタン？違う。うん。うん、右だったら僕視点はサントスさんで、左だったら魚プテどっちかとかですかね。うん、では初動キッチンに入ってきて、置いて出てスプラッシュに行って、で高田さんがスプラッシュから右に行ってキッチンの方で死んでるかなと思ったけど、高田さんが下側から来てるから多分キッチンから戻ってきたのかなと思って、ボタンを押してプテとかが死んでたら高田さんかなっていう感じで、ボタンに向かったら高田さんがしてくれたって感じかな。研究室は扉が開いてたと思ってるんだけど、開いてる。あ、俺も、うん、開いてるのか。いる？いる？お前おじが配電盤直してるでしょ。俺がもともと、はい。あ、研究室で配電盤直してるのか。そう。タスクやった後配電盤。はいはいはい。藤宮は脇を押すで終わりどこ？僕ミーティング右下です。ボタン一周して誰もいないなと思ったら高田さんがボタン押したって感じ。ボタン押してない人って誰ですか？サントさんとか押した？押してない。トータスをしてないです。俺もまだ。ない人は怪しいかな。ボタン一周してって、それさ、うん。サントス・フジミアのことどう見てんの？サントスってミーティングでボタンぐるぐる回ってたでしょ？え、待ってないですよ。待ってない。あれ、フジミア、あれ、フジミアか？うん、多分逆やつ。うん、私待ってない。ケンさん。わーい。本当に、申し訳ないと、思ってはいる。思ってはいる。なんでかっていうと、はい、あの中で一番最初に入れたのは僕だからです。間違いなく僕は最低3人はクルー入れてるもんな。そういう計算になりますよね。ゲンさんでまさかさ、ゲンさんが釣られると思わないじゃん。あのよ、ね、あのゲンさんが、あのゲンさんが釣られると思わないじゃん。ただこれでも意外と私人外、逆に人外慎重になるじゃないですか。まあなる、12、3人外だから裏頑張ったら全然まだいけるかなと。確かにな、もうタスクでいけそうだもんな、実際このターンで2キロ入っても、うん、そうそう、いい、私多分 4回目ぐらいだと思うんで、ボタンあのゲンさんがで。あ、でもこの長さはまずいです。あ、はい、通信で今倒れたんだけど、ベントに誰かが入ったな。高田さんは絶対無理。高田さん絶対無理。プテヤシさんは植える。高と無理。え、坂、ん、トータスだよね。プテヤシさんが生きてるのを死にしていて、ミーティング上の方に行ってるから、ルート的には保管庫からジップラインに乗ってるはず。ミーティングに魚トータス、いや、うん、僕視点トータス、ガミさんと魚は無理そうかな。左で見てる。おまおじって通信到達の遅すぎん？あ、ね、高田さんが入力するの見て、俺上の番号を入力だけしたんですよ。でその後出て階段登って、登り切ったら倒れて入っていくやつを見たんですけど、まあお前さんクルーならメイヤさんっぽくは見えます。俺は怪しくは見えるけど、俺は保管庫で水の汲むやつをやってから、扉が閉まって保管庫の扉を開けてカフェテリア行って、カフェテリアで水置いて、で最後スプラッシュの左回りでスプラッシュのゴミ箱の前ぐらい、ゴミ捨て立つか別にしてない。おまおじの弁当情報が正だったら、藤宮もその弁当には絶対入れない、うん、今展望で高田さんと会ってるんで、うん、展望で上から入ってきてるから、弁当から出てきてないから、浮いてるのっておまおじと名前だけなの？じゃないの、まあ、僕視点で左に、左だよね、桃神坂とすをね置いてるの、うん、ちなみに神さんは見てきてないけど、藤宮キッチンに置いてかれて、はい、今出たとこ、うん、
あるとして時間的に僕の弁当が間に合うかどうかぐらいじゃないですか。まあそうね、ワンチャンガミさんがぐらいだけど、うん、まあ相当ギリギリって感じ。あ、そうなの。藤宮ってだってミーティング来る前に置いてきたから結構古いのかなと思ったけど、それでもむずそうなの。俺がその後に置いていってるから。あ、トータさんが見てるんだ。じゃあ OKOK、 あ、トータさん、お豆に委託じゃない。うん、うん、じゃあ大丈夫そうだね。まあお豆さんのマットが怖いぐらいかな。まああれ中なんで、サボ中なんで多分大丈夫だと思うけど。あ、原産に消しかけた剤で皆さんに入れました。あれは誰でも消しかけてあんな反省した方がいいですから。まあお前様にしっかり伝えもらえれば大丈夫。僕もさんがマットだった時だけやばい。停電直してるわ俺。あ、そうだ、さっき。あ、そうだ、研究室で直してるね。うん、まあ、研究室の番の前で死んでた。いや、もう本当にドアの前って感じです。あ、そこ。うん、ゲンさん死にましたね、珍しく。死にましたね。あの死に方は、あの死に方ゲンさん初ですか。初ですね。おお、やっぱみんなね、一回は経験した方がいいから。てか、そろそろ絶対入れないもん。いや、入れますよ。クソマの人にも入れないもん。入れる。いや、でもあれ一回やるとしばらく警戒されるから。今日はもうないだろう。はい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 、まあ、皆さんのタスクが進んでるんなら、マウさんまで釣ってタスクが安排ですけど。100終わる。うん。うん。まあ、そんなにかかりそうにないやつが残りかな。いけると思います。ただ、僕、おまおじってさ、その、初手さ、その、はい、上部エンジン、アッパーエンジンの方に行ってるじゃない？はい。そのタスクって、その、結構やってた感じなの？その、アッパーエンジンがまで。あ、その周りはもうほとんど終わらせてますね。高田剣士ってさ、俺初動ね、おまおじがアッパーエンジンの方に上がってってるのね。どの脇で、あの一番最初のターンってこと？一番最初か。キルが起こってる時。ああ、ね、はい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 。キルが起こってる時じゃないですね。キルが起こってるターン。え、あの、はい、ゲンさんが釣られた時ですね。あ、そうか。じゃあ勘違いだ。まあ、おまおじは、そうね。初手キルができないから、初手キル牧師点は、魚さんかサントスさん、まあ、サントスさんの方が濃そうかなと思ってます。逆に俺は魚さんっぽいかなと思ってる。ん、逆に俺は魚さんっぽいかなと思ってる。その音質分けっていう情報と、遅れて研究室に来てるから魚さん。俺が切ってる時はミーティングしたから弁当の間ぐらいまでかな。あとプテアシが研究室の中に入ってるってことだから、研究室のところにはないはず。それじゃないとおまじがレポート光るはずだから。うん、停電前までね、宿舎で藤宮魚でタスクやってたから、まあ、魚さんだったら僕を切りそうっていう理由でサントスさんより。あ、なるほどね。うん、うん、まあタスクは終わる。じゃあまあお任せします。藤宮のマットヒティはこのターンされた？僕天狗を直しました。で、そうだよね、残したから直してくれるかなと思ってくる。 OK。 はいはい。はいはい、はい、やりやりだぜ。やりやりだぜ。ゲンさん次から気をつけてくださいね。いや、まさか連日こんなことが起こるとは。まさか連日なんだ。連日。おまおじさんがこの前会って、今日私か。ちなみに俺が釣られた時はボタンですらなかったからな。意味がわからない。そうなの。うん、死体があったのに。え、死体も何もなかったのに、うん、ボタンですらなかった。ボタンを押してないのに。ああ、そういうこと。それはどういうことだ。どこでヘイト買ったのかわからないんね、それはね。運ゲーやん、それも。ただ今日も運ゲーでしょ。いや、今日のはもう日頃の恨みが全く人たちからのあれです。ちょっと体感だけ聞いときたいんですけど、うん、あ、押すの早いかもな。まあ、でも飛びてえから押すかなのか、うん、まあ押しとけやろうな。やったれっていう気持ちなのか。いや、もう普通に体感早いけどですよ。あ、早いけどなんだ。ドア開けて、キル起きてほしくないみたいな。いや、そうですよ。あ、そうだよね。キル起きないとこのゲーム楽しくなくないですか。半分正論なんだけど、それ。考え方の違いにはない。なかった。あー、これは死んだ。タイミングが。通信で光ってる。サントスです。マットです。スキップします。はい、魚タスク終わってる、多分終わってる。終わってるよね。うん、
じゃあ霊界の人だな。どうだろう、これ通信直した方がいいかもな。OK。もしかしたら場所わかんない説があるかも。俺と魚多分ずっと終わってたから。藤宮の魚だけだと思うね。頑張れー、あと1ずつだから終わるかな。トータさん、トータさんちょっとこっち来て、トータさんちょっとこっち来て、トータさんちょっとこっち来てくださいよ。そっち行ったらパチンガス出れる？ゲンさんシェリフだ。シェリフに行ってほしい。我々がシェリフに行ってほしい。若すぎるから我々が。いやシェリフかやばかった。反省しないと。反省そうね。死ぬほど入った。ほんとすいませんでした。胃の一番に入れたんで僕。今度からクソボーしたらシェリフ使用しますね。おっさんたちは胃の。危ないから。それでちょっとおっさんが胃の気が来ないのよ。よし。じゃあ行きますかね。はい。はい。パチーガス出れる。